Jam the world. The cutting edge. エイリアンポイント3、J-Web、ジャム・ザ・ワールド、火曜日は堀潤がお送りしています。さあ、続いてはカッティングエッジのコーナーです。戦闘があったとの記載があった南スーダン PKO の日報隠蔽問題について。今日、衆議院予算委員会で稲田防衛大臣が答弁に立ち、情報を公開しない、まあ、不開示という決定の是非を、まあ、統合幕僚幹部に意見紹介して事実上了解を得ていたことを明らかにしました。野党から稲田大臣への辞任要求の声も上がっているこの問題、どこがポイントなのか、この問題が明らかになるきっかけを作ったジャーナリストの布施友人さんにお話を伺います。布施さん、こんばんは。あ、こんばんは。よろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。当初この報道があった時に、大手紙のパーっていう書き方見てると、ジャーナリストが情報を開示しっていうふうに、はい、もう僕の番組では、いやいやいや、これは布施さんがやられたんですよっていうふうに言いましたけど、なんかこう、はい、なんかそういうメディアの姿勢もどうかなってやっぱり思いました。まあそれはそれで置いておいて。はい、この問題が発覚したきっかけは、去年9月、布施さんが防衛省に対して行った情報開示請求でした。はい。どうしてこれは情報開示請求を行うことになったのか、なども含めて、事の経緯を改めて教えていただけますか。はい。あ、はい。9月っていうのは、南スーダンへの自衛隊派遣を延長するかどうか、また、よりリスクの高い駆けつけ警護っていった、新任務をですね、はい、付与するかどうかが、大きな焦点になっていた時期なんですね。うん。で、私、それを決める上でも、やっぱり7月の大規模衝突の時の状況を、はい、検証した上で、うん、じゃあ、そういった新しい任務を付与するかどうかっていうのを、議論すべきだっていうふうに思っていたんですけれども、私、南スーダンの状況、いろいろ現地メディアとかですね、はい、国連のレポートなんかで追いかけているんですけれども、そこで伝わってくる、現地の厳しい戦闘の状況と、その日本政府が当時言っていた散発的な発砲事案とかですね、あまりにギャップがありすぎるなと、そうですね、いうことで、実際何があるのかっていうのを、知りたいと思って、情報開示請求をしたわけです。そうですよね。現地で、はい、支援活動を行っているJVC 日本国際ボランティアセンターの職員の方も、いや、はい、その9月に支援に入った時に、ジュバ市内の非常にこの、はい、戦闘、激しい戦闘の後、でそして病院などには、長蛇の列ができるなど、はい、決してその僕らが日本で自衛隊を送り出した時のあのところのような、はい、今は安定してるんですよねというその意味合いが全く違うんだなっていうのは後々に分かったんですが、それにしてもその布施さんが情報公開請求して情報開示請求して破棄したので開示できないという回答が返ってきたわけですよね。これ最初聞かれた時にはどういうふうに感じられましたか。そうですね、決定通知書が来て、通常その不開示、いわゆるそのノリメンって言われる黒塗りになるっていうことが結構多いんですけれども、今回それそうではなくて、廃棄していてもう存在しないと書いてありまして、しかもその現地部隊が活動の詳細を、記録した、一時資料なわけですよね。そういう重要な資料をそんなすぐにこう捨ててしまうってことが本当にあるんだろうかっていう。そうですね。逆にもしそれが本当ならばですね、私たち国民はその自衛隊の活動についてこう事実を知るすべもなくなってしまいますし、検証もできないですし、文民統制というのは機能しない危険があるなってことを非常に思いましたね。はい。その後自民党の行革推進本部の本部長の河野太郎衆議院議員が、行政文書の扱いが不適切だとして再調査を要求と、そして、今月の6日、まず日報がデータ保存されていたことが判明ということになりました。はい、これについては布施さん、どう感じられましたか。そうですね。それ聞いたとき、やっぱりあったかと。そうですよね。当然、その文書の重要度から言ってですね、保存されてなきゃおかしい文書だと思いますので、ということと、もう一つ、びっくりしたのは、この日報を持っていた統合幕僚幹部がですね、1ヶ月間もその、稲田大臣に報告してなかったっていうのが、さすがにちょっとびっくりしましたね。これは、構造的に何がそうしたことを生み出した原因だというふうに思われていますか。そうですね。ちょっとまだその、そういった真相究明はまだ十分進んでませんので、なんとも言えないんですけれども、ただその、倒幕というのはですね、その、陸海空の、自衛隊を統合運用する、いわば自衛隊の司令塔なんですね。
はい、最もその大臣と緊密に連携してなきゃいけない部署なんですけれども、まあ、そこが大事な情報を1ヶ月間もこの大臣に上げなかったっていうのは、まあ、逆にその、まあ、今回日本の問題ですけれども、うん、これがこう日本の安全保障に関わる問題だったらですね、非常に大丈夫かなっていう不安を抱くようなあのことでしたね、うん、はい。いわゆるあの分官というものを、なくしていきましょうと、はい、そういった、まあ、制度改革もありますよね。そうですね。これで果たして本当に あの自衛隊の隊員の皆さんがきちんと、はい、あの安心して任務に、はい、まあ、遂行できるのかと、はい、非常に不安が募りますが、この点いかがでしょうか。そうですね、やはりそのやっぱりその文民統制というのはですね、あの、まあ、今回のケースでいうとその現場から一時情報が上がってきて、はい、現地でまあ戦闘が起こっているという時に、まあ、政治がそのじゃ今その PKO 5原則が崩れているかもしれないということを、まあ、判断をして、まあ、撤収を命令をしてするわけですよ、でそういった時に、まあ、軍事オペレーションの一番難しいのは撤収って言われてますので、はい、タイミングを逃しちゃいけないわけですよね。そういう時に現地の情報、重要な情報はですね、きちっと大臣に上がっていかないとなると、やはり現地に派遣された隊員の方々の命にも関わってくるので、うん、まあ、そういう意味でも非常に、懸念するような事案だったんじゃないかなって思ってますけどね。はい。布施さんが、まあ、この今回の問題を、はい、まあ、注目していくべきポイントとして挙げるとすれば、はい、どういった点が今後私たちは見るビューポイントを持っておくべきでしょうか。そうですね、まずその私自身もその、まあ、日報が見つかったっていう翌日に倒幕に電話をしてですね、直接聞いたんですけれども、まあ、その時はまあ本来廃棄されているものが、まあ、担当者がたまたまその取っちゃったら見つかったっていう説明だったんですが、つい最近その倒幕がですね、まあ、一時帯から今日までの全部を、まあ、あの歴代の担当者で引き継いで保管をしていたということがまあ明らかになったり、まあ、説明が2点3点してるんですね、ですのでまあ防衛省の説明をそのまま、まあ、鵜呑みにしない方がいいかなっていうのがまず一つあるのと、あと、まあ、やはり、もう今の皆さんは、まあ、戦闘という部下衝突という部下は別にして、まあ、起こっていることを見れば明らかにも武力紛争なんですね。そうですね。国連もはっきりと武力紛争って言ってますので、自衛隊はその武力紛争に対応できる、まあ、法律上もですね、また装備の面でもそれ対応できるできない形で送られてますので、まあ、今武力紛争起こっているわけですから、まあ、やはりこの派遣を見直す、このことを通じてですね、やはり見直してほしいなというふうに思ってます。そうですね、戦闘か衝突かというのは単なる言葉遊びに過ぎないと、はい、まあ、今日も国会で証言をした今井職員はそう述べていて、本質的な日本がやるべき支援活動とは何なのかという根源を説いてましたね。そうですね、まあ、今の南スーダンの状況でいうと4割の国民が危機状態にあるということで、まあ、それも一つ紛争が要するに食べられない銃を持ったりとかですね、新しい武装グループができてきたりしている状況もあるので、まあ、そういったその例えば食料支援をするとかですね、もっと有効にこう日本が自衛隊派遣以外にもできることはあると思いますので、そういったことをやっぱり具体的に議論を進めてほしいなというふうに思いますね。そうですよね。自衛隊のオペレーションってはいわゆるこの PKO の活動の中の、はい、まあ、一部ですよね。そうですね、はい、そういった意味で言うとさまざまな PKO のオプションはあるはずだという話ですね、はい、そうですね。布施さん、どうぞどうぞ、最後どうぞ。やはり武力紛争が発生している中でこの法的にも装備の面でもそれに対応できない形で派遣されている自衛隊をですね、このままやっぱり現地に置いておくというのはやはり政治として無責任になる立場ではないんじゃないかなというふうに私は考えています、はい、これね、今ツイッター見てると出た自民党批判っていうのが出ましたけどこれはもう自民党でも、はい、それこそ派遣を決めた、はい、民主党政権下でも、はい、これももう隊員の方の命、そして何はともかく本当に現場で傷んでいる人たちの命の問題ですからね。そうですね、最終的にその自衛官 その命に責任を持って、やっぱり国の命令で送られているわけですから、はい、我々やはり主権者である国民がやっぱ最後は責任を持たなきゃいけないと思いますの です、ね、自民党がなんとか自民党だって言ってる場合じゃなくてですね、やっぱり今の南スーダンの状況を直視して、やっぱりどうすべきかをやっぱり考えていくべきなんじゃないかなと思ってます、はい、布施さんどうもありがとうございました、はい、いえいえ、どうもありがとうございました。以上カッティングエッジでした。 JWAVE JAM